遠藤幸洋は、日本のフリーアナウンサー、実業家、政治家。株式会社エンコーポレーション代表取締役、前静岡県議会議員。静岡県三島市出身。三島協会、双葉幼児園三島市立南小学校、三島市立南中学校、静岡県立二良山高等学校、青山学院大学経済学部卒業。血液型 A 型。 北海道テレビ放送勤務、FM 富士勤務を経て帰郷し、地元局の静岡朝日テレビに入社。報道局のアナウンサーセンター長を務めた後、2000年に静岡朝日テレビを退社。エンコーポレーションを設立し、静岡市内に事務所を構える。その後、政界にも進出。2010年12月に、三島市長選挙に立候補するも、時点で落選。 2011年4月の統一地方選挙として実施された静岡県議会議員選挙に三島市選挙区からみんなの党公認で立候補し初当選を果たす2015年4月の統一地方選挙として実施された静岡県議会議員選挙に三島市選挙区から民主党公認で立候補し2選となる二千十九年四月の統一地方選挙として実施された 静岡県議会議員選挙に三島市選挙区から国民民主党公認で立候補したが落選。2019年6月に立憲民主党に入党し次期衆議院議員選挙の静岡育史部長に就任した。ありがとうございます。